優勝戦3号艇の内堀学選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦は4コース角からコンマ1号のスタート、指しての1着で輸出ということになりました。順位振り返っていかがでしたか。まあスタートちょっとためすぎて遅れたかなと思ったんですけど、はい、時計の下行ったら意外に届いてるなって感じで、はい、まあ、外に伸びられる感じもなかったんで落ち着いて、まあ、ハンドル入れられましたね。はい、準優はインの石川選手に山地選手がまくっていくというその展開をついてこられました。はい、今節トータルしての足の仕上がりなんですけれども、はい、どんな感じでしょうか。まあ、ずっと行き足から伸びは良かったんですけど乗り心地がずっと日替わりでレースごとに 悪かったり良かったりで、はい、今日も前半ちょっと回転足りてなくて乗り心地悪かったんですけど、まあ、足は、まあ、周り足も良くなっててで後半中にはどっちもいい足してましたね。はい、今節は本当前半悪かったら後半で立て直して そうですね、そういう形でそのパターンが多かったですね。はいはい、優勝戦はこの一走ということですから、はい、とにかく1日調整してバチッと合わせたいところではありますね。そうですね、あの気温の変化とかあのドリームから今日ってあのよく分かってるんで、はい、まあ、明日12レースしっかり合わせるだけですね。はい、はい、小島は連続優出ですからいい相性になってきましたね。いや、そうですね、小島は自分は相性いいと思ってるんで自信持って走ってます。はい、3枠ですけれどもこれはまたいろんな戦い方も考えられる面白い枠ではありますね。まあ、そうですね、まあ、攻める枠なんで自分に合った枠だと思います。はい、18年11月琵琶湖以来となる優勝がかかる一戦です。はい、ファンの方に一言お願いします。はい、そろそろ優勝できるように頑張ります。